今日の動画では、2-5 コード進行シリーズをお届けします。私の生徒たちとこのシリーズを始めたのですが、YouTube でもやってみようと思いました。このアイデアは、私の教師としての仕事やミュージシャンとしての活動の様々な側面から生まれました。この YouTube チャンネルをご覧になっている方は、ご存知かと思いますが、パンデミック以来の私の仕事の一部として、バンドマンたちが一人でいるとき、あるいは家に閉じこもっているときに、何を練習すべきかを教えてきました。環境を整えることがいかに重要かをよく伝え、新しいものを購入することなく、すでに持っている機材を活用して、テクニックやスピード、創造性を向上させる方法を教えてきました。このチャンネルをフォローしている方々は、音楽愛好家で、おそらく必要以上の機材、音源、教則本や動画をお持ちだと思います。このシリーズの目的は、新しいものを購入させることではなく、すでにお持ちのものを活用することにあります。そういうわけで、今日はジャズで最も使われているコード進行、2-5 のコード進行のシリーズを始めます。週に1回くらいのペースで、これらのフレーズのバリエーションを紹介し、ベーシストの方々のために、ベース抜きのトラックも提供していきたいと考えています。ジャズの理論について書かれた本はたくさんあります。スケール、モード、コード進行和音のつながり方、スタイル、そして歴史的な背景について説明されています。しかし、実際にジャズを演奏することの大変さについては、あまり書かれていませんよね。ジャズの歴史の初期には、ジャズを学べる学校や教科書のようなものはありませんでした。それでも、ジャズはすぐに発展して、世界中に広まりました。1960年以前は、今のように、公立の学校や大学で、ジャズを学べる場所がほとんどありませんでした。ジャズは、主に次の方法で学ばれていました。ジャズに触れること、ライブで聴いたり、レコードを聴いたりして学んでいました。信頼できる人から学ぶ、プロのジャズミュージシャンと話したり、教えてもらったりして学びました。練習を続けること、ジャズを常に演奏することが大切でした。当時、ジャズは、ポピュラー音楽ポップスの一部として考えられていて、毎回の演奏で、自分の技術を磨いていくことができました。やる気、いつも自分の力を最大限に発揮して演奏すること、仲間との競争や友情、ジャズの可能性を探求したい気持ちが、大きな刺激になりました。また、演奏の仕事をもらうためには、一生懸命やることが必要でした。自分を律することたくさん練習することが必要でした。ジャズを学ぶことは、完全に自分の責任でした。刺激を受けること例えば、ジャズが盛んな街にいることだけでも、環境から多くの刺激を受けていました。ニューヨークでは、同じくらいの実力か、それ以上の実力を持つミュージシャンたちと、一緒に演奏することができました。こうした経験から、演奏者は、自然とジャズの知識を学び取ることができました。他の優れたミュージシャンや音楽に触れることで、多くのことを吸収できたのです。多くの学生やセミプロのミュージシャンには、毎日、長時間、安定して、さらに上手な演奏者と一緒に演奏する機会が限られています。昔ほどジャズの演奏の機会も多くはありません。また、リズムセクション伴奏の人たちが、ずっと練習を手伝ってくれるのも、現実的ではありません。ここでは、1950年代の偉大なミュージシャンたちが、毎回の演奏で発揮した演奏の集中力や、熱意を再現してみます。その前に即興演奏の本質について、レコーディングができるようになってから、ジャズは一度録音されると、その瞬間が永遠に残されるようになりました。しかし、ジャズの演奏は毎回違うので、その瞬間を再現することはできません。録音はあくまで出来事を記録するもので、演奏そのものではありません。ほとんどのジャズは、録音されないので、ジャズはその瞬間の芸術と言えるでしょう。ジャズのすべての瞬間は、演奏者のアイデアや即興、周りの環境、音楽、そして観客までもが影響を与え、特別なものになります。演奏中には、多くのことを一瞬で考えて判断する必要があります。例えば、テンポ、感覚、キー、モードなどです。これらの基本的なことを自動的にできるようになると、演奏がもっと楽になります。そのためには、自分を訓練することが大切です。格闘技の選手のように、周りの状況に本能的に反応できるようになることが目標です。即興演奏と運動には、多くの共通点があります。どちらも、高いレベルの勉強や訓練が必要です。その瞬間の芸術です。相手の技量や状況に応じて変化します。自分の体や心を使って、情報を素早く判断する能力が求められます。精神的、知的、肉体的なつながりが必要です。どんな演奏の場面でも、素早く対応できるように訓練することが大切です。何かをやるときに、すぐに判断して、迷わずに行動できるようになります。そうなると、もう一度考えたり、迷ったりする必要はなくなります。やるべきことが自動的に終わっているのです。
即興の道は、特定のコード進行や音階を練習するのではなく、全体として適応力のある演奏者になることを目指しています。演奏するときには、頭を空っぽにして、起こっていることにすぐに反応できるようにする。体を常に高いレベルで訓練すると、素早く動けるようになり、より長く集中できます。耳や心、体を一体となって使えるように訓練し、自分の意識を空にしていれば、創造的な表現が自然と出てくるようになります。自己意識は、すべての行動の正しい実行における、最大の妨げです。耳、心、体を同時に鍛え、それらの相互関係を強めることが大事です。なぜならば、耳を鍛えて、音楽をもっと効率的に、素早く理解できるようにします。心を鍛えて、音楽の情報を素早く処理できるようにします。体を鍛えて、耳や心からの情報に基づいて、最も効率的に反応できるようにします。私たちは、音楽を勉強するのではなく、音楽を演奏する能力を高めなくてはなりません。どれだけ勉強しても、その技術を実際に使えなければ意味がありません。応用が楽しい部分です。このシステムは次のことをベースにしています。短期的な目標設定。少しずつの成功の積み重ね。いつもチャレンジがあるけれど、やりすぎない。機械的にならないように、グルーブで練習すること。最近、スマホゲームやコンピューターゲームがとても人気です。理由の一つは、一人でプレイできて、自分で難易度を決めることができるからです。難しいけれど、楽しく続けられる仕組みです。ほとんどのミュージシャンは、一人でたくさん練習をしています。しかし、子供たち時には大人もは、長時間ゲームをしても、時間を忘れてしまうことがあります。なぜでしょうか？その理由の一つは、ゲームがレベルをクリアする仕組みだからです。一つのレベルをクリアしたら、次に何をしようと思いますか？もちろん、次のレベルをクリアすることです。これが即興練習のやり方です。一つのリズムパターンを、決まった速さで練習します。次のレベルに進む前に、2回連続で5度圏に沿って正しく演奏できるまで練習します。そうすることで、練習が時間ではなく目標に向かうようになります。そうすると、練習がもっと楽しく感じられ、時間が早く過ぎていくでしょう。やるべきことはこうです。2-5 のコードを使って5度圏を2周して練習します。例えば、Em7、G7、Gm7、C7、Cm7、F7、Fm7、Bb7 などです。練習中は、決して2-5-1の1のコードにたどり着かないようにします。これによって、耳や頭を休みたいと思わせないようにするのです。ジャズのコード進行では、2-5-1という進み方があります。2-5が動きを作り、1で安定して終わります。けれど、この練習では1に行かないようにすることで、練習を強化します。ずっと集中力を保ちながら練習できるので、耳や体が早く成長します。これは、本番のライブ演奏に近い状況を作り出すのです。この図では、ジャズの音楽の流れを示しています。コード進行がぐるぐると回るように変わっていきます。練習を続けることで、次にどうやってメロディーを進めていくか、自然に探して演奏できるようになるのです。コードに合わせてスケールやモードを演奏することは、左脳で行う作業です。これは、小学校でやる掛け算の練習に似ています。つまり、知識を増やすための頭のトレーニングです。しかし、これだけでは知的な脳の働きが増えるだけで、創造的な即興演奏においては、役立ちにくいことがあります。すでにあるパターンを使いますが、それを移調して、演奏しながら聴くことが求められます。偉大なジャズのマスターたちから学んだパターンを、スタイルに応じて演奏します。しかし、演奏中に意識的に覚えたフレーズを、そのまま使うことはありません。ある程度練習すると、自分自身のオリジナルのフレーズが、自然に生まれるようになるでしょう。徐々にテンポを上げながら練習することで、常にチャレンジがありますが、練習を諦めるほど、難しくはならないように調整できます。このようにして、音楽を演奏する際の内側の処理スピードが速くなり、少ない努力でより多くのことが短時間でできるようになります。演奏がうまくいくときは、よく知っている友達と話しているような感じです。時間や空間を忘れて、すごくリラックスした状態で、心の中にあるアイデアの中にいます。演奏する瞬間を、すべてとても特別なやり方で体験していて、それが即興演奏の醍醐味です。うまく演奏できているときは、何も考えずにただ聴いています。実際、演奏が進むにつれて、演奏するというよりも聴くことの方が大事だと気づくようになります。つまり、一つの音を弾いたときに、それが他のみんなの演奏とどう合っているかを、本当に聴いているということです。演奏中、自分が次に何を聴きたい？と自分に問いかけます。そして、次にそれを演奏するのです。つまり、
聞くという部分がガイダンスになるのです。そのためには、頭の中で音楽を処理するスピードは、ものすごく速く、1秒にも満たない瞬間に、たくさんの創造的な選択をできるようにならなくてはなりません。もし、どんなテンポでも自分のアイデアを自由に選んで演奏できるようになったらどうでしょうか？即興演奏のための段階的な線形練習。この練習用のトラックは、Ideal Pro というアプリで簡単に作成できます。アプリは Mac、iPad、iPhone、Android で使えます。この練習では、2小節ごとのフレーズを5度圏に沿って移調して演奏します。移調したフレーズを書き出さないようにしてください。自分の耳で演奏して覚えることが大切です。新しい2小節のフレーズを始めるときは、まず音源を使わずに、サイクルを通して演奏してみましょう。フレーズを自分で演奏できるようになったら、トラックを使って快適なテンポで練習します。徐々に速いテンポで練習して、チャレンジを増やしていきましょう。常に、テンポを速くして練習し、ほぼ限界まで挑戦することが重要です。もし練習が簡単すぎると感じたら、Ideal Pro でテンポを上げてください。いつでも集中力を持続させましょう。すべての練習は、次のコード進行で始めます。Dm7、G7、Gm7、C7、など、1小節に、1つのコードのある進行を練習します。5度圏を、2回連続で完璧に演奏できるようになったら、テンポを上げてください。これをクリアするまで、次に進まないでください。1つのパターンを、180bpm で演奏できるようになったら、次の新しいパターンに進みます。グルーブとは何でしょうか？これはとても複雑で長い話になるかもしれません。まず、辞書の定義を見てみましょう。長くて狭い溝やくぼみ。A 決まったやり方。B 自分に合った特別な場所や状況。絶好調の状態彼が絶好調の時は、素晴らしい話し手だのように使います。野球のストライクゾーンの真ん中ピッチが打ちやすい場所。楽しい経験やワクワクする出来事。心地よいリズム。グルーブを一番基本的な要素に分解してみましょう。グルーブは、リズムがある程度繰り返されることで、少し予想ができるようになります。それに加えて、自然な勢いが生まれて、それが続いていくのです。また、音楽にある特別な感覚や、魔法のような要素も、グルーブが持つものです。もし毎回リズムが変わっていたら、音楽がグルーブすることを想像するのは難しいですよね。このことはメロディーの即興演奏にも当てはまります。5度圏つまりサイクルを使ってフレーズを練習していると、だんだん長くなり、特定の音の中心がなくなることに気づくでしょう。キーがぼやけて、重要ではなくなっていきます。それでも、そのフレーズは、まるで自分自身の命を持っているかのように感じられます。これが戦場の勢いです。フレーズが繰り返されることで、少しずつ変わり、2-5 の進行に合わせて移調されることで、予測や期待が生まれます。テンポを速くして練習を続けると、フレーズがどこに向かっているのかが聞こえるようになってきます。即興で作るフレーズには、勢いと方向性が生まれるのです。では、どうやってこれを使うのでしょうか？即興演奏の技を増やすにつれて、コードの上で、コードを越えて、そしてコードを通して、長いフレーズを演奏できるようになります。コードの上で、一番普通の方法です。フレーズがその下にあるコードに合っています。これは、コードの中で演奏する方法とも言えます。コードを越えて、もっと線的な方法で、フレーズがコードに厳密に従うわけではなく、コードを飛び越えた方向性を持っています。コードを通してフレーズの勢いが強いため、コードを切り裂くように進んでいき、コードの構造にほとんど、または全く関係なく進みます。これらのフレーズはすべて、勢いリニアモメンタムを持っているため、どの場面でも間違っているようには聞こえません。ただ、スタイルが異なるだけです。適応技術、テンポを上げて練習していると、自分の楽器でフレーズをその速さで演奏できるように工夫する必要があります。テンポが上がると技術的な問題が出てきますが、それは本番中に解決しなければなりません。この難関を乗り越える助けになります。適応技術は練習を進めるうちに成長していくスキルです。音楽の語彙ボキャブラリー、マスターたちの特有のスタイルを認識して真似ることは非常に重要です。音楽のレパートリーは単に曲を知っているだけではなく、音楽の言語を話すことが求められます。これは、マスターたちのスタイルや特徴を理解し、適切なタイミングで、それらの要素を演奏に取り入れることです。マスターたちのフレーズは、無意識のうちに、ジャズの言葉を演奏に取り入れるための、理想的な手段です。その深さはほぼ無限です。この内容は、プロになった後でも、ずっと練習する価値があります。自分の変化を楽しんでください。まずは、ベースラインの定番を覚えましょう。マイナーコードは、ルート、3、4、5。メジャーコードは、ルート、2、3、5の音を使用します。ベースでは、
適当にオクターブの調整をすることを忘れないでください。Thank you.